皆さんこんにちは、三浦です。妖怪ウォッチやっていきましょう。今日はね、ちょっと時間がないので妖怪ガシャやって終わりにしようかなと思います。ぐるぐるコイン行こう。パスワード、僕が見た時はパスワードが3つぐらいしかなかったんですけど、最近ホームページじゃないな、インターネットで調べてみたらね、結構パスワード公開されていたんで、違うか、わかめくんだぜ。あ、その前に、もう1週間ぐらい経つんだけど、これ発売されて結構メダルとか来てんじゃない？メカブちゃんよ。あら？週に1回メダルがもらえるっていうね、話を聞いたんだけど、これじゃねえか。ワカメくんの方か。これだ。あれ？週1回に妖怪メダル、妖怪メダルじゃない、妖怪ガシャのコイン受け取れるんじゃなかったんだっけ。まあいいや。まだね、メダルに関し、メダルじゃない、なんでメダルって言っちゃうんだろう。妖怪ガシャのコインに関しては死ぬほど持っているんで、うん、いいや別に。さあ、まずは一つ目、メダルでつながる。まずは一つ目でしょ。きたー、ぐるぐるコイン。これが一体何のメダルなのか、メダルじゃ、なんでメダルって言っちゃうんだろう。何のコインか全く意味はわかんないんですけど、なんだっけな、合成進化が手に入るやつだよね、確か。そんな気がしてきた。二つ目は、エミちゃん大好き。エミちゃん大好き。これはわかりやすい。あれ？え？あ、めっちゃ間違えてんじゃん。ちょっと待って。うわ、これ全部消さないといけないのか。入った。二つ目。さあ、三つ目はカードでウキウキ。三つ目。で、今日はね、残念ながらたったの4回しか回せないから、引き換えるのは4枚だけにしておく。見えない友達。よし、じゃあ、妖怪ガシャ回そう。さあ、これで。全くいいやつが出てこなかったらどうしよう今日。さて、じゃあ回しましょうか。あ、ちなみにランクに関しては今39なんで、あともう少しでランク40だね。こっちか。さあ回そう。一応なんかお品書き見ていこうかな。あー、なんかいつもさ、アツガルルいつもこうだな。さあ、今欲しい妖怪はちょっといない感じかな。いないな。ゴルニャン持ってるし、トゲニャンもいるし、ウサピョンはさ、みんな持ってるじゃん。なんでこれがあるのかよくわかんない。あー、これ持ってないけどね。まあでも今日はぐるぐるコインかな。よし、回そう。あとご当地妖怪だよ、まだ回してない。あ、発電神トラップ。これ結構使えるけど、結構使えるけど、違うな。2回目。赤。なんかこれしか出てこない。発電神トラップ。おっと、来た。無双の魂。無双の魂か。無双の魂、確かにこれね、無双の魂自体はゲットするの難しいよ。確か、ビッグボスの極、何かな、歌舞伎ロイドかな、倒さなきゃゲットできないやつだよね。しかし、カブト無双を持ってるんだよね。さあ、最後。いや、今金出ちゃったからな。赤だ。お、愛の尺を手に入れた。しかし愛の尺持ってる。ちょっと待てよ、
愛の尺何回、何個持ってるかな。ちょっと見てみようか、愛の尺。愛の尺ってどこだ。大事なもの。あれ、あったあったあった、これだこれだ。愛の尺3個持ってるいらねえ、いらねえよ。はい、じゃあ今日はですね、一つだけやり残したことがあるから、こいつと戦おう。ようやくニャンマジョが仲間になってくれたんで、あとこのジバエスだけがね、仲間になってくれればコンプリートかな。さーてもう1ヶ月経ってるからな。あとはジバニャンだけ。よし、いった。あ、ダメだ。うん、2日前にニャンマジョ仲間になってくれたばっかりだから、まあまあそんなに続かないか。うん、オッケーオッケー。さて今日はもうやることがなくなってしまったんで、これでおしまいにしたいなと思います。あと何やろうかね。やり残してることはまあまああるんだけどさ、やり残したことはいろいろあるんですよ。スイカニャンをゲットしたりとか、フルーツニャン関係だよね、一匹も持ってないし。あと福ガシャをゲットして、福ガシャを回すとかね。ただこの福ガシャコインゲットするのすげえ時間かかるんだよね。2時間やってようやく1枚ゲットできるかぐらいのね、ちょっと時間がかかってしまうんで、まあとりあえずはパスワードを使ってご当地妖怪とか、あとあれだよね、ウサピョンのユニフォームも変えることができるんだよね。あのコメント欄で教えてもらったんですけど本当はね、それ視聴者の方から教えてもらってる時点でもうダメなんだけど、一応この妖怪ウォッチバスターズの攻略関係のことが書いてある、まあ、ホームページがあるんですけど、多分みんなそっからね拾ってきてるんだよね、あの実況者の人も。僕もその攻略版のね掲示板見たりするんですけど、そんなにしょっちゅう見てる人じゃないんで、結構知らないことがねたくさんあったりするんですよ。はい、ということで10分やってたのかぐるぐるコイン引いただけだけど、結構時間のあの引き伸ばしたね。はい、ということで終わります。